はい、こんにちは。独身で将来不安な方のためのビジネスコンサルタント、マヨネーズ好きマーヨンです。じゃあ下に映ってるのでどうぞ。マミさん、はい。ブラック企業をぶった切る平成の侍ウーマン、マミです。新しくなりましたね。新しくなりました。はい、今回ですね、読書やセミナーで実践しようとなったのに、1週間後蓋を開けてみたら何も行動を起こしてなかったっていうような、まあ、動画を撮っていくんです。すいません、カミカミやからめっちゃ笑われてるけど。いや、蓋を開けてみたらって面白い。はい、いや、でも結構これ多くないですか？本当行動を起こせれない人。いや、多いですね。でもまあまあ、もちろんね、これ行動を起こせない人って言っても、なんだろう、自分も起こせてなかったところはあったので、昔とかは、うん、だから絶対今でもありますね、私。あ、いや、でもあります、あります、それは、うん、なんか行動を起こしたいって思った時にやった方がいいと思うし、うん、まあそういった読書とかセミナーとかいろいろ、まあ勉強しに行ってる人、なんかノウハウマスターみたいなにはならないようにしながら、しっかりと何か一つ捉えた方がいいかなと私は思ってます、うん、で、まあ、実際にそうやって、じゃあ何もそのやる気を起こそうとしながらもできなかったっていう人に対して、どういったことをしたらいいかっていうのをお伝えできたらなと思ってますので、はい、ちょっとこの下読んでいきます。これはね、はい、本の著者なんですけども、あの、幸せになってもらいたいなと思って本を書いてたりするみたいなんですよね。どんな本やねんって感じですけど、はい。まあそんな読者の方は、まあ、幸せになりたいって、まあ、読み終わったら多分気持ち的にモチベーションって上がってるはずなんですよ、うん、なんで、まあ、それで本当に、じゃあ著者の方からしても幸せになってもらいたいという思いが一致した時に、初めてその行動とかの外の世界に変化が起きるんじゃないかということを言われてます。ただ蓋を開けてみると、これは実際にはそれらの例はとても稀というところですね。で、人間はどうしても自分を第一に考えてしまうことが圧倒的に多いからっていうことになってます。はい。で、実際に私もマミさんも結構でもセミナーとか出てますよね。そうですね、うん、なんか勉強して、なんだろう、インプットするものの、インプットしただけだったらアウトプットとかしないと自分の力にもならないじゃないですか、うん、なんで、なんかノートに書いてるだけだったらダメですよね、これは。ダメですね、うん、しっかりとノートに書いたんだったら、なんか例えばですけど、なんかそれを本当にセミナーの講師が喋ってたぐらい喋れるようにならないと、セミナーに行ってもすごいもったいないと思うんですよ、うん、まあ実際にできてないところはありますけど。でも、まあ、でもその学んできたことを、まあ、動画とかでね、アウトプットしてるって感じです。あ、マミさん、そうです、そうですね。でもそれはね、やっていってますよね、マミさんも。そうですね、うん、本当に暗記人間だったんで、ノートをめっちゃ綺麗に撮ってたんですけど。はい、そうなんですか。全くセミナーの、なんか帰ってからノートを開かないっていう現象を最近気づきまして。いや、これ結構でも多いと思いますよ。セミナーとかでめっちゃ書いたのに、開けないっていう、家帰っても。うん。うん、今。8% くらいしか見返しないらしいですね。あ、そうなんだ。セミナー。うん。へぇー。でもまあ、そういう人はね、多いですよね。なんで、なんか、まあ、実践しようってなったのに、結局何もできてないっていうのが一番、なんだろう。やっぱり何かしないと変わらないんですよね、自分って。本読んだだけで考え方が変わっても、何も行動しなかったら変わらないですよね。うん、っていうところです。変わったつもり、うん、あ、そうそうそう、変わったつもりですよね。確かに、なんか私、もう31なんですけど、この前、本棚から20代でやっておきたい100のことっていうのが本で出てきて、なんか実際にすごい面白い本だなと思って、その当時は読んでたんですけど、できてたのかって言ったら全然できてなかったっていう。
なんで、やっぱり行動を起こさないと意味がないっていうことなんですよね。で、セミナーもなんかたくさんいっぱい行って、身についたつもり、勉強したつもりが、結局じゃあ、なんかずっとセミナーって座っているだけだったら意味がなくって、まあ本当にその、自分がセミナーの講師としてじゃあ喋れるぐらいまで勉強してんのかって言ったら、やっぱできてない人多いですよね。うん、まあ普通できないですよね。なんでしないといけないかも分かってないと思うし、まあ分かってなかったし、私も。はいはいはい。まあ、最近ですよね、気づいたのは、本当に。ああ、そうですね。してもらったっていうか。うん。でもこれ気づきって大事ですよね。誰かに言われたりだとか、で、なんだろう、あとは、素直になって、アドバイスっていうのはもらった方がいいですよね。うん。で、読書する、まあ、読書結構たくさん本読んでるっていう方は、やっぱり何かしら、行動に移してる人も多かったりしません？あ、多いかもしれないですね。セミナーとか行ってる人とか多いかも。そうですよね。なんか結構私の中で稼いでる人、成功者って、やっぱ本読んでますよね、かなり。そうですね。かなり吸収してると思います。で、アウトプットもちゃんとしてるっていう感じですよね。そうです、そうです。そうです。あとは、なんか、やっぱり量だなって思いました。なんか、楽にテレビ見て、なんだろう。まあ、遊ぶっていう、そういう人生もいいかもしれないですけど、なんか本をたくさん読んで、まあ、量をね、こなすっていうところでは、やっぱりたくさん読んだ方がいいのはいいと思うんですよね。ただ、やっぱ行動に移すっていうところですよね。はい。はい。行動を移せない人。移せない人ってどんな方なんですかね。まあ実際に起こしたくないんじゃないですかね。なんか別にしたいとは思ってない。確かに確かに。結局なんかやりたいなと思いながら、本当は心のどこかでやりたくないっていう気持ちがあるんでしょうね。そうですね。で、今のなんだろう、生活を潰してまでやっちゃうと不安、うん、っていうところもあるでしょうし、ただその不安のところに、なんか失敗するかもしれないし、成功するかもしれないし、何でもまあ本とかにも書いてますけど、やっぱり失敗からが成功の元じゃないですか、成功になっていくわけなんで、それを考えたら、絶対になんか、やった方がいいですよね。いろんなこと。そうですね。やらないと分かんないですよね。うん、やらないとわからないっていうことですね。まあそんな感じですよね。はい。はい。という形で、まあ実践しようとなったのに何も行動を起こしてない方っていうのは、ぜひぜひ行動を起こしてください。で、まあ最近私がすごい思うのは、すごいマミさんが勢いがいいということでですね、まあこの動画もそのままつなげていこうかなっていうところなんですけども、なんか勢いのいいこのマミさんからですね、なんか行動を起こせよっていうそういったところをちょっと怖いですなってぶった切るようになったんでね、最近。そうですね。行動を起こさない人にじゃあ何か、まあ一言でも、はい、何か一言、うん、まあ、なんでしたいかを考えた方がいいかもしれないですよね。はいはいはい。まあ、なぜそれなのかみたいな。ああ、そうですね。そこですよね。まあ、多分、いくら稼ぎたいとか、どこかに行きたいとかっていうのでも、じゃあなぜそう思うのかをいっぱい出したりとか、うん、まあ、それをしなければ死ぬぐらいの勢いじゃないと結構動かない。ああ、はい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 。なんか、これって、例えばですけど、じゃあ本当に親が病気になりました。で、うん、なんだろう。じゃあその病気を治すのに手術代金が1000万かかりますってなった時に、あなたは、なんだろう、娘息子として、本当に1000万友達からでもめっちゃ借りてでもして、やると思うんですよ。集めますよね。そうそうそう、うん、集めますよね。っていうことは、そこまで強い意志がないと、やっぱり、やらないんですよね。何でも。あ、そうですよね。その感覚ですよね。うん、なんかやるもやらないもどっちも理由はつけれるんで、まあ子供がいるからって、いるからやらない人もいるし、子供がいるからやるっていう人もいると思うんですよ。あ、そうですね。
だからどっちに行くかは、それは人次第、その人次第だと思うんですけど、じゃあ自分はなぜそうしたいのか。うん、別に、今のままとか、まあ、いいやって思う人は、はい、まあ、結局は、なんかチャレンジすることが億劫だったりとか、まあ、はい、別に、その、いくら稼いだりとか、まあ、どっかに行きたいってことにも、あんまりメリットがないというか、うんうんうん、そんなく思ってなかったら人間って動かないんですよね、本当に。動かないです。なので、まあ、実践しようとか行動しようって言っても、多分自分がそこまでやりたいと思ってなかったら、人から言われてもやらないんで、あ、そうですね。そこをもっとなんか、本当にしたい理由を洗いざらいっていうか、なんか出した方がいいですよね。抽出して。あ、なるほど。うん、あの、マミさんが言ってた私は意味が分かったんですけど、はいはい。なんか自分は馬を飼ってて、はい、その馬を、あ、なんか最近水飲んでないな、この馬っていうので、連れて、そう、池のところまで連れて行って、はいはいはい、水飲まそうとしても全然飲まないみたいな。はいはいはい、なんで飲まへんのみたいな。一週間も飲んでないやんっていうような、そんな、馬でさえも自分で人生を決めるわけですよね。水が飲みたくないから飲まないわけですし。まあ、強制はできないですよね。そう。強制できないんで、やっぱり自分でやるって決めたらやったらいいし、やらないんだったらもうやらなくていいんじゃないかなとは思ってます。うん。はい。まあ、でも本当チャレンジした方がいいですよね。した方がいいですね。まあ、チャレンジするための、なんか、近場というか、サポートとか、近くにアシストすることはできても、強制はできないんで、そこまでは、やりたいなっていう感じですよね。その人のためにとか。あ、そうですね。誰かのために。やりたいんだったら、ね、なんか私たちだったら全然相談も乗りますし、ぶった切りますか？大丈夫ですか？ぶった切りますかね。ぶった切ってほしい人はぶった切りますけど。そうですね。基本的にあんまり切らないっていうか、放置タイプというか、はいはいはい、やりたいんだったらやったらいいし、私はお願い、なんかして、やってほしいとは思わないんで、その人に。確かに。うん。その、あなたが考えることですよね、みたいな感じですよね。うんうん、私はそうしたいと思って今やってるけど、あなたがそう思うかどうかは私わからないんで、みたいな。OK です。まあでもやりたいんやったら、ほんまにまあまあサポートとかも、うん。ちゃんとしっかりとしてるんで、してるっていうか、はい、まあまあ相談とかも乗るので、最終的にはどれだけなんか、本当に海外旅行で、まあ、マミさん最近セブ島行ってましたけど、セブ島に絶対行くって決めたんやったら絶対行けるような努力はした方がいいと思うんですよ。そうですね。で、まあ、チケット買わないとね。はい。そうですね。まずね、チケット買ったりとかね。はい。はい、まあそんな感じですね。なんで、はい、まあ実践していってください。っていう形で、はい、いろんなまあ相談とかも受け付けてますので、まあよかったらこの動画のマイチャンネル登録であったり、あとは LINE アットですね、公式 LINE やってますので、ご登録ください。はい、では、まみさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。